るんですよ。すごいパーティーが開かれてるもんね。最近ちょっと出会って、まだ最近出会ったばっかりで一緒にやってるんですけど、今日も連れてきてもらって、なんかこう一緒に3人でいろんなとこ回りながら、テーマがね、ちょっと暇についてちょっと、暇をテーマにしてやってるんですけど、暇なんだけどなんか畑作業とかで忙しいみたいな、でもそれは暇だから畑できてるんだよなみたいな感じの、まあちょっとカバーで、スタダラパーというヒップホップの曲をちょっと弾き語りでやってみたいと思います。暇の過ごし方っていう。されない時間、確かにその人にしてみれば僕は暇に違いなかったが、その間僕はテレビを見たりファミコンしたり本を読んだり時間について考えたりしながら僕は僕の暇を過ごしていた。そんな暇あったらって言うが、みんな暇は嫌いなのか、暇はダメか悪いのか、そんなに嫌か暇が。忙しくってもう暇がなくてとか言ってる人に限ってさらに忙しい休日を過ごしていたりするだろう。なぜ忙しくするのだろう。何もしないでいられないのだろう。何もしない不安、それはなんだ。怖いのはただただある時間、縮めることも伸ばすこともましてや消すことも不可能。全てのものに同じだけど時間が与えられてるとしよう。そうなってくると恋愛ファミコン、仕事その他もろもろ、かなり思いがけないことだが、人は必死で暇を潰してるだけだ。んー、じゃあ僕らみたいな暇に見られがちな人たちが見下されてる気がするのはどういうことだ。パッと見生産的なもの以外は無用だとでも言うのか。あんまりだ、そらちと強引だ、忙しいボスではいつもこうだ。本来人は暇だった、そしてそれを受け入れることができた。世界中の至るところその足跡を見つけることができるだろう。大仏、ピラミッド、巨乳、万里の長城、この世の多くのでかいものの発想自体暇のたまもの。地図を作ったやつの言う通り並大抵のものではあるまい。ブルード氏に気づいたやつの暇さ加減を想像してみろ。またかつて海の塩分を 1% 上げようと何千トンもの塩を集めた男がいたとかいないとか、他にも気候不幸の結果最終的に何も残さなかった多くの愛すべき暇人たちがいただろう。多分これらのことからもはっきり言える、今の人が暇を受け入れることができなくなりつつあるなら、それは能力の限界だ。限界はいかん、食い止めるのだ。暇人どもよ、立ち上がる時だ。暇を見つけて暇を知れ、暇を生き抜く強さを持て、一生棒に振るぐらいの暇とゆとりを持って進もう。人の数だけ暇はあるのだ、それこそ当たり前のことなのだ。